3、2、1。こんばんは、クラブマサ所属の清水彩乃です。相川先生、山田さん、このような大会を開いていただきありがとうございます。昨年のファイナルステージにも出場させていただいたんですけど、すごく注目度が高くて、大会の雰囲気も賑やかで、プレーしていても楽しい大会なので、また明日からも頑張って一つでも勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。突破して明日につなげることが目標だったんですけど、その中で一番いい全勝という形で終わることができて、とても嬉しかったですし、今日のプレーはいいものができたんじゃないかなと思います。最後の試合は相手もすごい強くて難しい試合だったんですけど、自分は攻撃的なテニスなので、自分から攻めて前に入るっていうテニスができたと思うので、良かったと思います。昨年はこの大会のファイナルラウンドに出場して3位だったんですけど、やっぱり負けて終わるのは悔しいので、今年は優勝で出るからには優勝を目指しているので、また明日も勝てるように頑張りたいと思います。女子決勝、瀬間絵里香選手、清水彩乃選手の入場です。15番。
清水彩乃選手です。おめでとうございます。まずはこの大会を開催してくださった湘南美容外科クリニック様、マサスポーツシステム様、その他たくさんのスポンサーの方々、大会を応援してくださった皆様、ボーラーの皆さん、審判の皆さん、そして会場に応援に来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。私は3年前ぐらいに肘の怪我をして2度手術をして2年間ぐらい試合に出れてない期間があって、昨年末からやっと試合に復帰することができました。復帰してからダブルスは優勝したんですけど、シングルスの優勝はしてなくて、今回久しぶりにシングルス優勝することができてとっても嬉しいです。またファイナルラウンドでも優勝して1000万取れるように頑張ります。あとはこれからも ITF でも勝って早く WTA やグランドスラムの舞台に戻れるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。清水選手ありがとうございました。12月に行われるファイナルでも素晴らしいプレーを期待しています。